皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。大谷が史上初43から43達成、直前に敵ファンがヤジ。ドジャース大谷翔平投手は8月30日、日本時間31日、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦の8回に今季43号本塁打を放った。この試合では43投塁を決めており、 史上初の43本塁打 &43 盗塁に到達した。空前の大偉業に敵地は騒然としていた中、相手ファンから大谷は過大評価。と罵声が飛んでいたことを、米メディアが報じている。9対5で迎えた8回の第5打席、右腕シーオールドの93マイル、約150キロの直球を左翼席へ運び、 ジェイス・フィールドでは初アーチで43号を達成した。2回の第2打席では至球で出塁後に43盗塁目を記録しており、史上初の43から43を達成。大記録には敵地でも拍手と喝采が起きていた。しかし、この直前、大谷に罵声を浴びせているダイヤモンドバックスファンと思われる男性ファンがいた。米メディアジョン・ボーイメディアが自社 X。 旧ツイッターで紹介している。敵軍ユニフォームを着た男性は、大谷に向かって OVERRATED。過大、e e、評価と大声で絶叫。しかし、その数秒後に大谷が43号を放つと、周りのファンからお前のせいだと言わんばかりに声をかけられ、やっちまったという表情を浮かべていた。ースポーツで スター選手や大型契約を結んだ選手が OVERRATED。過大評価とやじられるのは日常茶飯事。ある意味では大谷が現地ファンに認められている証しとも言えるかもしれない。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。